レントラーの部屋に来れたのはいいけど、これ帰りどうすんだろう。一応ね、あ、こうダクト見えてるのは見えてるんだけど、なんか、投げてくれそうな人もいないし、この3匹だけでしょ。うわー、なんかバレて返されそうな気がするんだけどな。なんかそんな気がするんだ。なんかこっちの部屋はめっちゃ綺麗じゃね。ぬいぐるみもなんもないやん。片付いてんね。殺風景だね、君たちね。レントラーがあなたを待ってるわよ。優しいな。言い方優しいな。あ、昨日のヨッチー、シーニじゃないか。何しに来たんだよ。偉そうに言いやがって。お前は大して強くないだろう。少なくともシーニよりは強いね。今日他の部屋に新入りが来たが、お前より弱い奴はいないだろうな。お、今日また新しい奴来てるの？あ、そうなんだ。結構捕まるポケモン多いんだね。他にも部屋があるのか、そっちも気になるな。まあ何個か部屋はあるんだろうけど。聞いたか、ピカチュウ。よー、レントラー。昨日は痺れる挨拶をありがとうよ。めっちゃ皮肉言うやん。口の減らんやつだな。まあ口だけではなかったようだが、闇ラミとのやりとりは見ていた。少しは頭が切れるようだ。やっと俺の実力が分かってきたようだな。それで俺に話があるのだろう。ああ、今この警察署では何かが起きている。俺はその謎を解き明かして自分の無実を証明したいんだ。そんなことができるのか？できるとも。俺と俺の相棒と、そしてお前たちの力があればな。そうか。わかった、いいだろう。お、優しい。意外とレントラ優しいじゃん。どうした？ずいぶん話が早いな。少し拍子抜けしたぞ。俺は俺で目的がある。おぉ？なんだい？聞こうか、その話を詳しく。その目的を果たすためにも、お前に協力した方がいいと思っただけだ。だったら最初から仲良くしてくれよ。半端な奴を仲間にすると足を引っ張られるからな。そりゃちげえねえ。賢いな、お前もなかなか。俺を試したって。ってわけか。あまり好きになれそういないぜ。で、これからどうするつもりだ？まずは少しでも情報が欲しい。何か知らないか？今日も新入りが来たようだ。保護室はあと2つある。そこに入れられたらしい。4つしかないの？逆に4部屋しかないの？そうなん？そんなに捕まるポケモン少ない？新しく連れてこられたポケモンか。確かに興味があるな。待て、ピカチュウ。話はここまでにしておこう。人間がやってくるようだ。すぐに部屋へ戻れ。あ、助かったぜ、レントラー。なるほど。投資って便利だな。無駄口を叩くな。急げ。あったよ。じゃあ、また後でな。どうやって帰る？どうやって帰るん？誰か来るな。あ、ん？おー？バトラー。てか、どうやって帰ったん？おい、帰る時の描写なかったが。バトラーか。なんで局長が自らこんなところに？昨日、一悶着あったようだが、ピカチュウに怪我はないようだな。俺を心配してくれてるのか？そりゃどう思う。まったく、面倒なことだ。ああ？なあ、誰だ？なんだなんだ？急に人が変わったな。本性こっちか？なんでわざわざ私が様子を見なきゃならんのか。まったく、迷惑なことだ。こんなピカチュウ一匹。こんなとはなんだこんなとは。失礼だろう。
ああ、ビカビカうるさい。いくら泣いても助けは来ないぞ。いいか、覚えておけ。お前らはここから出られないんだよ。ん？なんだったんだ今の。前に会った時とは様子が違ったが。どうも、ここはおかしいことばかりな。まあ、あいつも言ったようだし、調査再開と行こうか。今日連れてこられたポケモンというのに会いに行こう。どうやってめっちゃお前自由に歩き回るやん。この走り方可愛くない？まあ、走り方可愛いよな。うん。うん。エントラは、あと二つ保護室があると言っていた。他の部屋の様子も気になるな。ダクトを通って行ってみるか。うん。頼むぜ、ゴロンだ。ゆっくりとな。ゆっくりと。え？まあ、ゆっくりとはしてくれないだろうな、そりゃ。お尻を、お尻、ダイエットしろ。10点満点の着地だな。ダイエットしろ、そろそろ。よくケツ引っかかってんな、お前。うん。なんとか出られたん。よし。レントラーたちとは別の保護室に着いたぞ。早速、新しく来たポケモンとやらに話を聞いてみるとするか。おー、モルペコの、色違いや。え？お前入れたら、え？マジ？なんで？おう、どうした？モルペコの色違い。え？街にいたやつかな、これ。どうなんやろ？ペコペコ。腹ペコの苛立ち。満腹いたよな？満腹？え？なんだ？モルペコ、少し話を聞いてもいいか？話すことなんかね。お前、何か食べ物持ってねえのか？俺たちの食事は保護局が用意してくれるはずだぞ。なあ、そんなもの待ってられねえぜ。待ってる間、俺と話をしないか？退屈しのぎになるぞ。あんだと、すごいぞ、お前。ちゃんと話は聞いてくれるんだ。優しいな。何かと優しいな、それ。よ。モルペコ、お前について教えてくれないか？俺の技知ってんのか、お前。ものすげえだぞ。電気タイプの技になったり、悪タイプの技になったりしちまうんだ。おー。でもお前じゃ壊せそういないな。電気タイプの技。念のために聞くが、モルペコはヤドンゾウに何もしないよな。ヤドンゾウにないかそれ。なんだそりゃ。するわけねえだろ。だよな。なんでもない。忘れてくれ。うん。連れてこられた理由。なんか、ちょっと分かったようなもんだけどな。分かってるようなもんなんだけどな。モルペコは、どうしてここに連れてこられたんだ？人間の奴ら、頭に来るぜ。俺が食べ物を盗んだ？そんなことするわけねえだろ。思い出してムカムカしてきたぜ。気持ちわかるが落ち着けよ。暴れても何も解決しない。うるせえ！俺に命令すんな。お腹が空きすぎてイライラしてんじゃん、ずっと。ここに来て何か気になってることはないか？さっきも言っただろ。食べ物だ。食べ物をくれ。残念だが俺は食べ物を持ってないんだ。腹減った。そして腹が立つ。あとで食事が運ばれてくると思うから、もう少し待ってろよ。こいつ、お腹が空いたらそんな感じになるんだ。全然知らんかったけど。なんか二面性っていうか、その腹ペコの姿と、満腹の姿？二種類、めっちゃ切れてる。二種類があるっていうのは知ってたんだけどさ、こんな性格変わるもんなんだ。どうした？お前、花屋のやつじゃないの？こいつ。いいぜ。よう、インテレオン。少し話は聞いてもいいか？
君は一体誰だい？名探偵ピカチュウだ。ここから出る手がかりを探してるんだ。なるほど。他の部屋から来たんだね。僕は今日ここに来たばかりだけど、力になれるのかな？どんな些細なことでもいい。情報が欲しいんだ。わかったよ。そういうことなら協力しようじゃないか。ありがとうよ。助かるぜ。おっと。インテリオン、お前について聞いてもいいか？僕は指から水を出せるんだ。花に水をやって育てるのさ。いいことだな。花の世話以外にも使えそうな特技だ。水鉄砲で他のポケモンと遊ぶこともできるけど、趣味じゃないな。僕はもっと穏やかに優雅に暮らしたいんだ。おー、まあ、ちょっとクールそうだもんね。うん。インテレオンはどうしてここに連れてこられたんだ？どうやら僕は花屋で暴れた犯人だと思われているらしい。お？花屋でもなんか事件があったのか今日。そういうことやんな？まったく心外だよ。僕は心から花を愛しているのに。インテリオンはやってないんだな。もちろんだとも。僕は花屋のパートナーだ。毎日花の世話をしていたんだ。自分で花を台無しにするわけないだろう。なあ、信じるぜ、インテリオン。ありがとう。しかし、犯人は誰なんだろうね。おー。インテリオンは何か気になってることはあるか？僕が連れてこられたことで、パートナーの人間に心配をかけているね。それに、残してきた福サバナが心配だな。僕がいなくて、きちんと育つかどうか。きっと大丈夫だ。草花の生命力は意外と強いからな。そうだといいね。うん。そう信じることにしよう。おー、やっぱ花屋のやつか、こいつ。レントラは、あと二つって言ってたから、あと一つ部屋があるはずだ。そっちも行ってみるか。おー。どうやって持ち上げ、さてさて。ああ、だよな、やっぱり。さて、どうやってこのダクトに登るかな。インテレオン？よろしくな、インテレオン。お？いつ？いつ？え？は？何すんの？投げられたんか。またハマってんな。全然。言ってよ。お、ほ、え、ミホか。あれ、なんでおまんま捕まってんの？この部屋で最後か。ダクトを通れば上の階にも行けそうだが、どこに出るかわからんしな。まだ派手に動くのはやめておこう。今は聞き込み調査だ。おお、まあ、ミホじゃん。あ、出てんね。お、待って、え、広場にいるやつら勢ぞろいぐらいに捕まってない？え、何したん？ミホ、お前もここに連れてこられたのか。ピカチュウこそこんなところで何してるんだ？多分ミルホックと同じだと思う。一体どういうことだ？ひとまず落ち着いて、ミルホークの話を聞かせてくれ。え？何が起きてんの？ミルホーク、お前のことを教えてもらえるか？俺っちは目を光らすことができるんだ。そいつはすごいな。夜に出歩くときに便利そうだ。だが、俺っちを見ない方がいいぞ。目がくらむからな。おー、それくらい明るいんだ。うん。ミルホックはどうしてここに連れてこられたんだ？まあ、だいたい差しはついてるんだけどな。どういうことだ？多分、身に覚えのないことで人間に捕まったんだろ？その通り。よくわかったな、ピカチュウ。
ここにいる奴ら、みんなそうだからな。俺は昨日ここに来たんだが、ミルホックはいつからだ？今日ついさっきだ。急に人間が集まってきて驚いたぞ。俺っちも人気者になったのかなーなんて思ったが、気のせいだったとは。警官に追いかけられるのは勘弁してほしいよな。おー。よ。ミルホックは何が気になってることはあるか？俺っちは俺っちなりに街を見守っていたんだ。俺っちがいなくて街が大丈夫なのか、それが気になっているな。ポケモンがたくさん保護されて大丈夫じゃない状況だ。ただミルホックが見守ってくれていても防げないことだとは思うけどな。そうか、力不足で悔しい限りだ。おー、なになに、捕まえて何がしたいの？あ、そっか、あれか、なんか言ってたよね、監視がしたいか、なんか言ってなかったっけ。あ、なんかそんな気がする、言ってた気がする、だいぶ前に。ねんねーねんねー絶対ででんねとは言ってないな、ねんねって言ってるなこいつな。ででんねくん、少し話を聞いてもいいか。あ、お前ピカチュウか。なんだよ、俺はピカチュウだが、どうかしたか。お前のせいだ、お前のせいで僕は捕まったんだ。おいおい、一体どういうことだ。お前、噴水広場のやどんぞ壊しただろ。そのせいで人間たちが僕を警戒してるんだ。まさか電気タイプのポケモンを手当たり次第に保護してるのか。だがででんね、ヤドンゾを壊したのは俺じゃない。あ？じゃあ僕が捕まってるのはなんでなんだよ。それを知るためにもデデンネが知ってることを教えてくれ。もう。デデンネは電気技を使えるよな。それがどうしたんだ？まさかお前がヤドンゾを壊したなんてことはないよな。僕がヤドンゾを壊して何の得があるって言うんだよ。だよな。だがって悪かった。うん。ふん。デデンネがここへ連れてこられたのは俺のせいって話だが。きっとピカチュウの仲間だと思われてるんだ。関係ないのに。勘弁してほしいぜ。しかし、保護局は何を考えてるんだ？俺が犯人だと思ってるなら、俺を捕まえたら済む話だろうに。うん。よ。ここに来て何か気になってることはないか？気になること？いつここから出られるかしかないだろう。僕には人間のパートナーがいるんだ。早く帰らないと心配かけちゃうよ。そうだよな。俺もティムを安心させてやりたいよ。マジで捕まった理由わかんねえんだな、お前。お前マジでわかんないパターンだ。そういうことな。え、何を罪状に連れてきてんの？怖っ。やばいな。よくそうだ、そんな声だったわ。なあ、欲張りす。少し話を聞いてもいいか？いいけど、君は何なの？怪しいもんじゃない。名探偵ピカチュウだ。名探偵、かっこいいね。それで、何の話を聞きたいの？おう。よ。欲張りす。お前のことを教えてくれないか？僕、他のポケモンより歯が硬いんだ。どんな木の実でもかじって食べられるよ。その自慢の歯で部屋の壁に穴を開けて脱出するのは、それ本気で言ってる？さすがに難しいか。それはむずい。だとしたら格闘タイプのポケモンに頼んだ方がまだあるわ、ワンちゃん。欲張りすは、どうしてここに連れてこられたんだ？さあ、僕よくわからないよ。僕は今日もいつも通り木の実を食べていただけなんだけどな。誰かの木の実を盗んだわけじゃないんだよな。
そんなこと僕にはできないよ。だって盗んだら喧嘩になる。いくら木の実が欲しいからって喧嘩は痛いから嫌だよ。それは俺も同感だ。だが、だとすると保護局は一体どうし欲張りすを。おお。欲張りすは何か気になってることあるか。ここには木の実がないよね。木の実持ってない？残念だが持ってないな。そうなんだ。もし木の実を見つけたら譲ってね。木の実の形をしたぬいぐるみだったらあるけどな、部屋に。それしかないな。まあいいけど、警察署に木の実は落ちてないだろうな。ほう。そういえば、この建物の中、木の実はないけど、ゴミが落ちてたよ。うわぁ、ゴミと称してめちゃくちゃいるやつのパターンじゃん。出た出た。ゴミ？見る？ 2168。完全にいるものじゃん、これ。絶対いるものじゃん。これは人間が書いたメモだな。2168と書いてある。僕には何のことかわからないよ。このメモもらっていっても構わないか？さすがにそれは食べられないしね。君にあげるよ。ありがとうよ、欲張りす。どのポケモンたちも身に覚えのないことで連れてこられたと言っている。だが、これだけの数が無実の罪で保護されていたら、さすがに問題になる。なぜ誰も疑問に思わないんだ？これはもうちょっと調査の手を広げる必要があるな。レントラーと一度相談してみるか。おー、なるほどね。いや、これはやりすぎだろ。いや、なんか市長絡んでそうやな。なんか、なんか言ってたもんな、やっぱりな。お、怖っ。怖っ。急にめちゃくちゃ元気のいい欲張って言うやん。